皆様こんにちは。突然大きな声を出してしまいましてすみません。それでは時間になりましたのでね、ただいまから、本日は秋田民謡、梅若会がお送りいたします、秋田民謡を、皆様にお付き合いいただきたいと思います。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと数日前までどさっと雪が降りましてね、皆様体調など崩されてないですか？大丈夫ですか？私は少しだけ気を抜きましてね、ちょっと鼻水が止まらなくなって今はもうすっかり治ったんですけども、ねえ、本当ね、このまま雪が降らないでお春が来るんだろうなと、毎年気を抜いてるところにガッと雪が降るのでね、本当にね、毎日ビクビクしながら生活しておりますが、はい、それではね、こんな寒さにも負けず今日は一生懸命歌わせていただきたいと思います。それではお送りいたします。まず1曲目ですが、秋田県の、こちらは仙北地方に古くから歌い継がれている素朴な1曲でございます。小山子さんにの歌と手踊りからお送りいたします。それでは手踊りは朝の咲き、咲きちゃんの手踊りでお送りいたします。どうぞお付き合いください。縁の下の力持ち三味線伴奏をお送りいたします。梅若流名取大師範梅若宝州でお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、そして私お聞きの通り、未熟ながら司会進行役とまた歌の方も歌わせていただきます。浅野恵理子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして、ただいまね、手踊りと歌の方もね、お楽しみいただきます。はい、田沢湖おぼないの出身でございます、浅野咲希です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日もこの3名でお送りしたいと思います。さあ、それでは今度は歌声変わりまして、浅野咲希の歌声を2曲お楽しみいただきたいと思います。今度の1曲はですね、こちらは秋田県の素朴な民謡でございます。
私どもの、師匠でございます初代浅野梅若師匠も、大好きだった一曲でございます。それでは歌っていただきましょう。秀子節からお楽しみください。